日進高校で10日、新制服をお披露目するファッションショーが行われました。新しい制服は、なんと大阪府内でも類を見ないえんじ色のブレザーです。学校名の由来、オープンスクールに合わせて行われたファッションショーでは、在校生がモデルを務め、来年度から新入生が着用する制服を披露しました。この制服は AKB48 などの衣装を手掛けた会社がデザインしたもので、360度かわいい&かっこいいをコンセプトにしています。夏服のシャツ、ブラウスはピンク、ブルーの2色から選べるほか、男子、女子の区別をつけず、自分が着たいデザインを自由に組み合わせて着用できます。日進高校は創立100周年を迎え、来年4月から入学する新入生たちが新しい制服に袖を通します。前の制服に比べて大人っぽくていいなと思います。男女関係なくいろんな服を着れるので楽しんでいただけたらなと思います。